の技は通用しねえぞ。いいぞケフラー、これで俺たち第6宇宙の優勝は間違いなし。そのまま叩き落とせば勝ちだ。もう少しあんたと戦いたかった気持ちもあるが、これも勝負だ。ここで落とさせてもらうよ。まだ終わんねえぞ。悟空。やつはもうグロッキーだ。勝てる。マジで勝てるぞ。そのまま行け、ケフラー。まだやろうってのかい。上等だぜ。私の力、思い知りやがれ。何が起きたんだ。まぐれだ。今のはまぐれに決まってる。まぐれは二度は怒んねえよ。今度こそぶち込んでやるぜ。もう一度見ることになるとは思いもよりませんでしたよ。見せてもらおうじゃないか。身勝手の極意。楽しみだね。うん、とっても楽しみ。ケフラとの極限の戦闘が再び悟空に身勝手の極意を発動させるきっかけを与えた。限界を突破しさらなる高みに登るのは悟空とケフラどちらなのか。そして悟空たち第七宇宙は優勝することができるのだろうか。力の大会試合終了まで残り19分。